おはようばーん。お絵かき寄生植物のエヴァン・マシュラです。1周年にちなんで新衣装になったんですけど、実は立ち絵がないことに気づいてしまいました。で、今回ただ描くだけっていうのもなんなので、せっかくだから新衣装立ち絵を描きながらエヴァン・マシュラのキャライラストの仕上げルーチンを紹介していきたいというふうに思ってます。仕上げって楽しいよね。料理で言うと、トッピングとか盛り付けとか、そういう感じ。見栄えが一気に良くなる工程ですよね。ただ、たくさんこうイラスト描いてると、毎回これやってるよねとか、これやりがちだなみたいなことが、それぞれあると思うので、それをシェアして、たまには自編したり、レパートリーを共有できたらいいのではないかというふうに思いました。ほんで今描いてるこのイラストは前回の配信でね、線画を描いたものですね。でも後半ずっとセミの話してたけどね。これが新衣装の立ち絵なんですけど、普通逆だよね。立ち絵ありきの、そっからモデルを起こすものですよね。今回仕上げについてなので、前半はね、バーッと飛ばしていきましょう。はい、だいたい一通り塗り終わりましたね。じゃあここからは楽しい楽しい仕上げということでやっていきましょう。はい、12ステップあるんですけど、全部で多いな。順繰り説明していきます、簡潔に。まずはこれはもう皆さんご存知、これ仕上げと言っていいかもちょっと微妙ですけど、色トレスですね。目的としては色と線をなじませる作業です。やり方としては、普通にやると、線画のレイヤーの透明保護をして、近い色のちょっと暗めのやつで塗っていくっていうことなんですけど、エヴァはこれを30秒くらいで終わらせたいので、塗りレイヤーを統合したものを線画にクリップしています。でね、これを、統合した塗りレイヤー、レベル補正して、今ちょっとこう明るくしたり、Cの、で、ちょいぼかしをかけて、クリッピングしてあげるともう速攻で終わります。めっちゃ早いんでおすすめです。ただね、完璧ではないので足りないところはちょっと手直しする必要があります。で、後でね、ぼかしたりするところは塗りの色をスポイトして補足的に塗っていくような感じにしています。続いて修正レイヤーと呼んでいます。この目的は細かいところの修正と加湿ですね。都合の悪いところをすべてこの1枚のレイヤーで片付けるというパワープレイです。こういう細かい塗り残しとかはみ出しってあってもなくても正直絵の全体の印象ってあんまり変わらない気がするんですよね。で、描いてる途中とかで見つけるたびに直してるとレイヤー間の移動とかで結構時間がかかっちゃうんですよ。で、時間かかっちゃう割にあんまり全体のクオリティに寄与しないというか、あんまプラスにもならないので、場はまとめて最後1枚レイヤーを作って、表示色をスポイトっていうコマンドで、周りの色を拾いながら埋めちゃうっていう作業をしています。ここで一気に全部直すから。さっき直した線画とか、レイヤーの行き来が簡単なものに関しては、たまに行き来したりするんですが、基本的にはこの1枚のレイヤーで修正していくような感じです。はい、じゃあ続いては、グロー効果というものですね。アニメとかでよくある、肌がぼんやり光ってるような表現。このやり方としては、まず統合したレイヤーを複製します。で、これに、レベル補正をかけて、全体をちょっと暗くします。肌とかハイライトが明るく残っている状態。で、この明るく残っている状態のところが、明るくなる。暗いところはレイヤー効果の影響がないところだと思ってもらえる。で、これにぼかしをかけた後に、レイヤーモードをスクリーンにして重ねていきます。で、不透明度は、20% ぐらいかな。エヴァンがよく使うのは。やりすぎると色が飛んだりするので、おまじないくらいに思っておくのがいいかなと。で、最近はあんまりやらないことも多いですね。で、この次に説明するやつが、その代わりになるからっていうのもありますね。で、続いての仕上げルーティン。ぼんやりソフトライト。これの目的としては、色味の追加とか明度調整です。
やり方としてはレイヤーモードをソフトライトにしてエアブラシで全体にかけるっていうものなんですけど、塗りの時に使ったマスクを呼び出すことで特定の部分にだけかけることもできます。あんまはみ出させないようにするのだとしたら、キャラクター全体のマスクを一旦かけとくっていうのは良いかなと思います。グロー効果よりもエヴァは割とこっちの方が好きですかね。なんかコントロールがしやすいというか調整が効きやすいので、あとは暗い方向に色味を加えたりすることもできますね。明るくも暗くもできるので、全体的な明度のバランスをこのレイヤーで調整することが多いです。まあ、ただやりすぎるとちょっと絵がぼやけてくるので、背景がある場合はその背景色をスポイとして使うとより馴染んだりしますね。効果的なのが白いところにやる場合ですね。白とかグレーのところは割と色をダイレクトに拾ってくれるので、この絵で言うとこのシャツのところ、ここにこう裏地のピンクが反射していたり、少し黄色い光が当たっていたりというのをこのレイヤーで調整するようなイメージです。あとはシャツの下の方の透けみたいなのもこのレイヤーで簡易的に表現することができます。ちょっとセンシティブかなここまでが発光系の表現で、次からは遠近感を強調するための表現になります。遠近感強調です。これはね、遠くにあるもののコントラストを落としていく作業ですね。で、通常レイヤーで青系、紫系で塗っていくことが多いです。奥まっているところの選択範囲を作って、ほわほわーってやっていくような感じですね。マスクを作っておくと調整できるし、あとレイヤーを増やしたりも有効だと思います。今回はね、シンプルな絵だからレイヤー1枚でできました。なので、フォルダはいらなかったですね。ビフォーアフターで見比べるとこんな感じです。次は遠いところぼかしです。これもまあ遠近感を強調するための表現ですね。まあ、絵全体というよりもこう部分単位でピントを変えるみたいな考え方かな。この髪の奥まっているところをぼかしたり、フードとか袖とか奥にあるところ、さっき遠近感強調を入れたところのをさらにぼかしていくみたいなイメージですね。これはですね、場の中ではカメラのレンズ効果の再現ではなくてですね、あくまでその場所ごとの近い遠いの関係を強調するようなものですね。続いて効果系です。これチリです。まあ、目的は密度感をアップさせたり、まあ、これも部分的には遠近感を強調する働きがあるかなと。レバーはふりかけと呼んでますが、こうファラファラっとこうまぶしていく様がまるでふりかけのごときなので、チリなのかな。なんか暗いところにスポットライトみたいな強い光が当たると、こうホコリとかに反射して見えるものを、まあ、デフォルメ強調しているものかな。現実だとこれはホコリなんですよ。換気しろと言いたくなりますが、まあ、キラキラしてて綺麗ですよ。で、手前にね、大きめのやつをぼかしたりすると空間を感じます。まあ、やり方としてはこれもクリスタのアセットにいろいろいい感じのチリがあるので、それをパラパラっとやった後はレイヤーを複製して、で下にあるやつをぼかして、で色を変えるっていうのをよくやっています。そうすると手前にあるのは割と形が残ってるんですけど、こう輪郭がボケて光ってくれるので、それを多用しています。で、なんか欲しいところにない場合は複製して、少し体の前にもこうまぶしたりして使うことが多いです。続いてプリズム、通称虹色のやつ。目的は、まあ、チリと一緒ですね。鮮やかさの追加になるかな。だからこれどっちかの場合が多いかな。どっちも使うとちょっと散らかるような気もする。やり方としては、リアルプリズムブラシをクリスタのアセットダウンロードしたやつをファラファラっとやって、大焼き発光みたいな加算系のレイヤーモードにしてかぶせるというだけです。向きみたいなのがあるから、ちょっとこう集中線っぽい効果もありますね。で、これをさらにぼかして使ったりしても割と効果的な気がします。あと大きく使うとかね。はい、続いて虹。これも一瞬で終わります。
素材で登録をしているので、クリスタのアセットの虹というやつを使い、それを加算系レイヤーで重ねるというだけです。手軽に華やかになるので、ちょっと色味が足りんかなとか、もう少し華やかにしたいなみたいな時にとっても有効です。なんかレアリティが増す感じするよね。ノーマルからレアぐらいにはなったかな。続いては RGB ずらし、色収差って呼ばれてる方が一般的かな。 RGB のチャンネルに絵を分解してちょっとずつずらすことでなんかいい感じになるというやつです。おしゃれな雰囲気になりますよね。エヴァはこれオートアクションにしてるんですが、そのやり方というかアクションじゃなくてゼロからやっていく方法を簡単に紹介したいと思います。でもこれあれだよね、 Windows だったら確かプラグインがクリスタの場合はあるので、 IB スペイントにもレイヤー効果であるので誰向けの何情報なのかわからない。こういう風に現象が起きてるよっていうことを理解しておくと何かいいことあるかもしれない。やり方としては全部統合したレイヤーを3つ作りの、それぞれ R、G、B の255、他0の状態のレイヤーをそれぞれの上に乗せていく。で、それを乗算にした後、下のレイヤーと結合して、真っ赤なやつと緑のやつと青いやつを作り、それをスクリーンで合成するというやり方で表現できます。まあ、パッと見、普通の絵っぽいんだけど、こうずらしていくと、もうきちんとチャンネルごとに分かれているみたいな感じですね。まあ、単純にずらすというよりは、エヴァは、こう変形させて引き伸ばして使うみたいな使い方が多いですね。まあ、理由としては顔の周りあんまりぼやっとさせたくないなっていうのがあるからですね。この辺は結構人によって使い方、大胆に使う人はすごい大胆に使いますね。はい、ラストです。これはノイズですね。目的としては密度が上がる気がします。で、あと粗いところがちょっと目立たなくなるのと、デジタルイラスト特有ののぺっとした感じを消してくれるので、最近よくやっちゃいますね。軽率に使いがち。このやり方も簡単です。新規レイヤーを作ったら、フィルター描画パーリンノイズで、値はスケールをだいたい3くらいにしてますね。まあ、これ大きさによるんですけど、画面の振れ幅とかはまあそれぞれ調整していただければと。あのスケールだけいじったものをオーバーレイで乗せた後、不透明度をだいたい 20% ぐらいかなにしてかけています。こうすると、まあ、引きだとあんまりわからないんですけど、やっぱのぺっと感がなくなってる気がするので、まあ、ちょっとだけこう味が出るというか雰囲気が出る効果かなと思います。はい、というわけで、まあ、いろいろやってきたんですが、まあ、エヴァがよくやる仕上げルーティンとしては以上になります。それでは完成したイラストを見ていきましょうか。まあいろいろ減ってるんですが、効果系のやつは今回のイラストのような立ち絵にはなくてもいいかなという判断です。こうして比べていくと、まあ、個々のね効果の変化っていうのは一つ一つは小さいんですけれど、全部適用する前と後とで比べると結構こんな感じで違うのがわかります。ラーメンも毎回全部のせが食べたいわけじゃないじゃないですか。で、今回はさっぱりめがいいなみたいな時もあるもんね。それと一緒です。立ち絵を描いていったわけですが、まあ、使いやすいように使いやすい程度に効果を加えていくというところに今回は止めました。はい、ということで今回の動画は以上になります。 Twitter でイラスト仕上げルーティーンというハッシュタグで、まあ、なんかテンプレみたいなのを作って一緒に共有しようかなと思うので、よかったら皆さんの仕上げルーティーンもエヴァに教えてください。コメントとかでね書いてくれても嬉しいです。それではまた次の動画で、バイバイ。考えてみたら、エヴァは毎回ラーメンなら全部のせがいいな。